はい。今日ですね、脳卒中、肩麻痺、自主練習。実はあれがいい理由とはということでやっていきたいと思います。はじめに、この動画はあくまでも試験ですのでご了承ください。というわけで今回はですね、脳卒中、肩麻痺の自主練習というテーマでやっていきたいと思います。まあ、自主練習ってなかなか難しい側面も結構ありますよね。例えば、自主トレのメニューもらったはいいけど、やってないんだよねっていう人結構多かったりとか、入院中に 自主トレの指導、いろいろ教えてもらったはいいけど、家ではなかなかできないんだよね、とかっていう人とか、まあいや、最初はやったけど、なかなかモチベーションが続かない。モチベーションが維持しにくい。やっぱ同じことやるの辛いし、なんか疲れるし、とかっていうところで、なかなかモチベ,モチベーション維持しにくいんだよね、とかっていう人とか、まあそれに関連して途中で飽きちゃったりとか、途中で嫌になっちゃう。 っっていう人も、まあ、結構多かったりしますよねえそんなところから今回はですねこちらの引用参考文献を、えー、読んでみまして、えー、僕なりの考えをまとめてみました最後にはですね自分の臨床に具体的にどうやって活かせばいいのかっていうところも考えておりますのでよかったら最後までご覧いただけると臨床に活かせるようなアイデアになるんじゃないかなと思っております で、自主練習の提供って、まあ何度も言いますけど、難しいですよね。まあ僕は回復期リアビテーション病院に勤めていて、まあ病院だとですね、ある程度人員がいるので、まあリハビリ時間以外に自主練習を患者さんにお願いするってことは結構あるんですよ。まあそんな中で、まあリハビリ以外にエルゴメーターやってもらったりとか、立ち上がり練習をやってもらったりとかっていうことは、まあまあ人手がいれば、ああ、できる。 わけなんですけれどもまあ、それでもなかなか続かない患者さんもいるし、えー、退院した後はより難しくなりますよねやっぱり促してくれる人がいないとかっていう状況は自主練習をやるっていうのはなかなか難しい僕らでもそうじゃないですかやっぱり筋トレとかやろうと思ってダイエットとかもそうですけどやろうと思ってじゃあ今日からもう何も食べないとか腹筋 と、背筋、腕立てを50回ずつ毎日やろうみたいな目標を立てたとしても、大体3日ぐらいで終わっちゃう人が多いと思うんですよ。3日坊主っていうぐらいでね。まあそういうことがあるので、やっぱり患者さんの自主練習も似たようなところがあって、なかなか最初はモチベーション高くできるけど、それが続かないって人も結構いますよね。うん、で、退院した後はより、なかなか定着が難しいっていうのは現実問題あるかなと、僕は経験上思います。 で今回読んだ文献でですね、もう簡単に紹介しますが、まあ、詳しくはですね、現状の方を読んでいただけるといいかなと思うんですけれども、今回読んだ文献は、クラス単位の課題思考型サーキットトレーニングと、個人単位の課題思考型サーキットトレーニングをあの比較して、患者の自己満足度の違いを明らかにするっていうものになっています。まあ、クラス単位っていうのは、やっぱグループってことですね。 グループで軽い思考型サーキットトレーニングをやった軍と個人でやった軍。まあ、どっちの方が患者さんの自己満足度が高かったのかっていうのを調べたと。で、対象者は脳卒中肩麻痺と診断されているから6ヶ月以上経過した患者さん30名であったと。で、えー、患者さんの心理的要因を調査しているわけですね。患者さんの心理的要因として自己満足度を明らかにするために 自尊心尺度っていうのとリハビリテーションの意欲尺度関係性変化尺度っていうのを用いて調べたようです結果的にはですね結果としては課題執行のサーキットトレーニングは個人で行うよりもクラスいわゆるグループで行った方が自己満足度の面で効果的であることが分かったというわけですね要は個人でいっぱい練習していくよりも集団でやった方が 自己満足度が高かったよっていう結果になった。まあ、これを非常に面白いですよね。まあ、満足度って非常に大事かなと思っていて、まあ、先ほどもありましたけれども、自尊心尺度とか、リハビリテーションの意欲とか、まあ、関係性変化尺度っていうところを用いていて、まあ、この点から考えても、おこの辺の自己満足度っていうのが上がってきた。 うんこれってやっぱり自主練習を先ほど言いましたけれども続けていくことがすごく大事じゃないですか自主練習ってね。結局例えばですけどじゃあ自主練習やろうっつってエルゴメーター1日10分毎日こくんだって言って3日で終わっちゃうのと例えばエルゴメーターを1日じゃあ2分を1年続けた人これどっちがいいかって言ったらもうそれは明らかですよね明らか後者の方がまあ絶対的に効果はいい。 わけなのでやっぱり続けることのメリットってすごくあると思うしどうやって続けていくかっていう時にこの一つの尺度として自己満足度っていうのは一つ重要な要素になってくるかなと思います。でここからは僕自分なりに自分の臨床に生かすにはどうしたらいいかなっていうふうに考えたところ持論を述べていきたいと思います。まあ、僕は回復期リハビテーション病院に勤めているので、まあ、回復期の中でどう生かしていこうかなっていうところでは やはり集団で行える環境づくりっていうのは一ついいかなと思います。なかなか今、このコロナ禍のご時世でね、集団で、えー、何かやるっていうのは一通り中止になってきてしまっているんですが、まあそんな中でもですね、ちゃんと感染対策をすれば、まあ最近はワクチン接種も進んでいるっていうのもありますし、まあちゃんとお互いマスクをして、えー、ちゃんと距離を保っていれば、ある程度の集団は作れるのかなというところでは、う,うまく、 患者さんのマッチングをこちらでやっていくっていうのがセラピストとか看護師さんとかの役割になってくるかなと思うので集団作りのマッチングの間に入るみたいなのをセラピスト間でやるのもありかなと思いました。あとはここの今回の論文でも脳卒中患者さんのみを対象にしてましたよね。やっっぱり論文の中のの中考察ととかの部分ででもちょっと述べられてたんですけど 脳卒中患者さん同士だからこそこう共感したりとかあのっていう部分がやっぱり例えば同じような症状があるわけじゃないですか麻痺があったりとか片手が動かないとか片足が動きにくいとかっていう人たちが集まって、えー、自主練習をやるわけなので、まあ、お互いこう共感しやすい部分があると。 まあそういうところも自己満足の部分、自己満足度とかの部分に関係したんじゃないかみたいな考説が書いてあったので、やっぱりちょっと似通った属性の方というか、似通った疾患の方を集団として、えー、自主練習やっていくのは結構いいのかもなと思いました。あと、やっぱりゲーム性があるとより盛り上がるかなとも思いました。まあ僕の病棟ではですね、毎年運動会みたいな感じでやってるんですけれども、その中で もうややっっぱり結構意外と、まあ、やってる競技はですね非常にシンプルなものが多いんですけれども意外とやっぱり誰が勝った負けたとか赤が勝った白が勝ったとかってやっぱり世代問わず盛り上がるわけですよね。なので、まあ、そういった競争的な要素とかゲーム性とか協力の要素とかを組み込んでいくのは、まあ、非常にこう自主練習としてもあり,のかな,ありなのかなとこの論文をも読んで思いました。 というわけで、えー、今日はですね自主練習がどういった効果があるのかとかあ集団でやる方がいいのか個人でやる方がいいのかっていう話をやさせていただきました。えー、最後まままで聞いいいいててたた。だありがとうございましし失礼します。